天候は曇り、気温26度、湿度 73%、南風 2.2 メートルです。スクリーンをご覧ください。男子走り幅跳び決勝の結果が確定しましたので確定しました。1等戸川君岐阜経済大学 7m88、 2等成沙田君関西学院大学 7m75、 3等松添君法政大学 7m74。 以下はスクリーンをご覧ください。先頭から
間の間
先頭山西くん京都大学。Thank you.